はいどうも、しろこりです。コンコリー。ザ・コズミック・オイル・シスターフと続きを遊んでいきます。それでは、溜まっている訪問者たちを呼んでいきましょう。これ、鹿の角だから、これあれ、師匠でしょう。フォルトゥーナの。シカリス？シカリス？なんていうのかな。フォルトゥーナへ、訪問者の受け入れが可能になったことを、師である私に知らせないとはどういうことです？元気にやっているのですか？おせっかいをするつもりはありませんが、2世紀の流刑を経たあなたがどうしているのか確かめに行きたいと思っています。再びあなたと会えるのを楽しみにしていますよ、ユーエニア。いや、お師匠は呼ぶでしょう。招きましょう。いや、お久しぶりです。私的には初めまして。わー、鹿の民だ。すごい、めっちゃ宝石身にまとうやん。着飾るのがお好きな感じですね。こんにちは、フォルトゥーナ。会えてとても嬉しいわ。あなたのその表情、流刑がだいぶ答えたようですね。あなたの中の火のエネルギーが増加し、脅威すら感じさせるほどの強さになっている。おお、すごい、見抜きますね。私も先生に会えて嬉しいよ。エイダーナの目でユーエニアのエネルギーを分析。詮索はせずにおとなしく。いや、分析してみましょう。一方の先生からは水のエネルギーがほとばしってるみたいね。まさか恋愛してるとかじゃないよね。まあ。ずいぶん鋭いのね。いつからそんなにエネルギーの読みに長けるようになったのです？え、じゃあ本当に恋してるの？その通りです。そうなんだ。信じられない。誰と？まあ、ソウルメイトとなった対象は一人ではありませんわね。一人じゃないんだ。そうなんだ。え、でもフォルトゥーナはびっくりしてるってことは、そんなに恋愛する感じのお方じゃないのかな？私は愛に開眼し、多くの恋の対象を得ました。束の間に終わったものもあれば、ずっと続いているものもあります。今でも私は出会いを求め、水のエネルギーを解放し続けています。恋愛って水のエネルギーなんだ。そうなんだ。多くの恋の対象は、そうか。わあ、この宇宙に不変なものはないってのは本当なんだね。私の教えを今でも覚えているようですね。ふふ。ところで、ずいぶん先生とは会ってなかったし、これから2世紀分の講義を受けなきゃいけないのかな。何をバカなことを。あなたはこれほど長きにわたって流刑に処されていたのですよ。今日はむしろ私があなたの話を聞くべきでしょう。200年間の孤独を生き延びた占い師の見解をぜひともお聞きしたいものです。それはちょっと予想してなかったな。てっきり私のことを恥じてるか怒ってるものだとばかり。最初はそうだったかもしれません。しかし私はもうあなたが数百年前に知っていた魔女ではありません。いえ、あらゆるものはもはやあなたが覚えている形では存在していないと言ってよいでしょう。それはなんか悲しいな。でも確かに親友と会っている時でも、どこか前と同じではないなって感じてた。あなたを失ったことで、皆が変わったのです。大事な教え子をいきなり失った私は、自分の存在意義と目的に疑問を持つことになりました。先生、今日はあなたの話を聞くためにここに来ました。あなたが流刑で経験したことを話してごらんなさい。そんなに話すことはない。この傷は一生癒えないと思う。流刑は私を強くした。今の私は以前よりも強い存在よ。強い強い言うたらバレちゃうんじゃない？まあでもユーエニアも見抜いていたし、確かに強くなった。言わずともわかるか。まあ自分でカードも作り始めたことだし、まあ間違ってないよね。流刑は私を強くした。今の私は以前よりも強い存在よ。簡単ではなかったけど、
私は生き延びた。今ではその辛さも遠い記憶になりつつある。この試練は私の限界を押し上げ、成長させたと思う。今は何だってできる気分。嘘じゃないよ。かといってエイダーナに感謝する気はないけどね。今でも心の底から憎んでるから。でもこの悪夢のような時間を押し付けられなければ、ここまでの高みには登れなかったことは確か。でも、フォルトゥーナ、命の価値は力で測るものではありません。強さと成長は必ずしも同義語ではないのです。楽しみがあってこそ存在する意味もあるのですから。私は、わかってる。でも私にそれは望めなかったから。でもこの経験には意味があったんだって思いたくて。ああ、はい、そうでしょうね。では、あなたが召喚したベヒモツについては？え、バレてんじゃん。え、ななどうしてそれを？いや、どうしてそれを？フォルトゥーナ、あの禁忌の詠唱をあなたに教えたのは私ですよ。その私が気づかないわけがないでしょ。教わったのか。本当にごめんなさい。私、藁にもすがる思いで。正直、召喚したことは後悔してない。そもそもどうして私にあの詠唱を教えたの？そこ気になりますよね。それ気になる。まずは、謝るか。まずは謝っとこう。本当にごめんなさい。私、藁にもすがる思いで。大丈夫。わかっています。あなたは何も間違ったことはしていません。え、怒らないの？なんで？私があれを教えたのには理由があります。使うべきではないものを教えるなど、死としてありえないことですから。え、なんか予想してたってこと？私がやがてベヒモスを召喚すると分かってたってこと？あなたにその選択肢を与えたいと思っていました。魔法条約に違反する選択肢を？そうです。良いですか？法というのは共同体の中での約束事であり、何が正しく、何が間違っているのかを広範囲に定義するものです。しかし、あらゆる状況で妥当性を発揮する法というのは基本的に存在しません。さらに言えば、私たちの多くは同意すらしていない規則を押し付けられてもいます。確かに。実際、私は召喚によって命を救われたと思う。いずれこの日が来ることは分かっていました。あなたが禁忌の詩を唱え、独り立ちする時が、それが独り立ちってことなの？もはやあなたは私の弟子ではなく、私はあなたの師ではありません。え、そう言われるとなんか寂しいな。ええ、私もです。でもこれからは肩の力を抜いて、より良い関係を築けることでしょう。私たちは友となり、お互いに助け合う関係になれます。私があなたを頼ることもあるでしょう。いい人。めっちゃいい師匠だったんですね。他の友達と同じように先生を扱うなんて、なんか変な感じ。そう言われると確かに。フォルトゥーナ、私はあなたを誇りに思います。そんな風に言われると泣いちゃうよ。ふふ、あなたの鉄壁の鎧も称賛には弱いということですか？だって、この数世紀辛かったから。ええ、わかっています。そういえば、これも驚いたのですが、なぜ政治の世界に足を踏み入れたのです？姉によって強引に引き込まれたようなもの。エイダーナが与えた損害を修復したくて、より良い世界を作る手助けをしたいから、自分でもよくわからない。まあ、姉によってってのはあるよね。まあ、全部を姉のせいにするのもどうかと思うので、エイダーナが与えた損害を修復したくて、ちょっと、
めっちゃエゴが入ってるけど、まあ。何に対する損害です？主に私自身と、フォルトゥーナは古文へも悪影響だと思ってる。宇宙宇宙はちょっと広すぎだと思うけどね。わからない。とにかく彼女が憎いの。まあこれかもしれませんね。わからない。とにかく彼女が憎いの。私が力になれることはありますか？師匠が？学者たちに私のことを推薦してくれる？新入りの魔女たちが私たちを支持するよう働きかけられる？まあ、新入りはもう私を支持してるから、大丈夫、私たちで何とかするから。師匠のことを頼るか？まあ、頼ってもいいよね。師匠は、学者たちに仲いいのかな？まあ、それなりに長生きしてそうだからってことかな。まあ、じゃあ、お願いしてみましょうか。学者たちに私たちのことを推薦してくれる？喜んで。どうもありがとう。さて、もう待つのも限界です。その凄さは古文の中でも急速に話題になっていますから。あなたの新しいデッキを私に見せて、いえ、体験させてください。そうですね。最初にこのデッキの本質について警告させて。どういうことです？ちょっと前にエイダーナの遺体がここに来て、なぜ私を流刑にしたかを説明した。彼女は誰よりも早く気づいていたの。私がしていることは占いじゃないって。私は未知の出来事を読んでいるわけではなく、書いているのだと。私は未来だけでなく、過去に起きていないことまで作り出すことができるの。つまり現実を改変できるってこと。エイダーナは物事を見通す力に優れていました。誰よりもあなたのそばにいて、その成長を見ていた自分が気づけなかったことを情けなく思います。もっと早く知っていれば、あなたをより良い方向に導けたものを。あなたの教えは完璧だったよ。それに、この力の本質を知らなかった時の方が幸せだった。ああ、では、古文の崩壊を予言したあれは。うん、私が古文の破滅を引き寄せた。なるほど。それも私が政治の世界に足を踏み入れた理由の一つかな。少しでも悲劇を和らげるために。それを知っても、私の新しいデッキを体験したい？ええ。本当に？これはあなたを育てた私の責任でもありましょう。それでも何を聞くかは慎重に考えて。私はカードを解釈できるけど、どのカードを引くかまでは決められないから。わかりました。じゃあ深呼吸して。どんな未来を変えたい？未来ではありません。私の理解が正しければ。私たちは実際には起きなかったことも変えられるのですよね。うん、そうだね。過去を消去することはできないけど、新しく編み直すことはできる。私たちの記憶が曖昧な時期は特にね。印象的な出来事が特になかった時間なんかを。承知しました。では、私たちの楽しい記憶と意義ある教訓を含む出来事を書いてください。へえ。それは予想してなかった要望ね。どうしてそう思ったの？後悔から？それとも失望から？エイダーナにあなたを奪われた時、私はいろいろと考えました。そして、あなたにもっと優しくして、もっと共に楽しい時間を過ごすべきだったと思ったのです。そして今、あなたにそれを修正する力があることを知りました。ですから、後付けであったとしても、私があなたにとって、より良い死であったことにしてもらいたいのです。なんか、可愛いこと言いますね。うん、わかった。私がデッキをシャッフルしている間、自分の自尊心と他者を思いやる感情に意識を集中させて。いいカードよ、出てくれ。水没した諸侯。象徴するものは、内政、慈悲、健全、力。内政慈悲健全力。
これは教えにしようか。あなたは私が自分の夢から魔力を吸収できるように夢の魔術を教えた。私がここに送られる前に、あなたは私に魔力の収集箱を作る方法を教えた。魔力は私が流刑にされている間にゆっくりと蓄積するようになっていて、私が戻った時にはかなりの量が溜まっているはずだった。おお、収集箱。土か水か。魔力の収集箱。しかもこれ、はずだったっていうのが気になりますよね。だった。今はなってないの？それに、ここ、流刑から解放されないと得られないかもしれない。ちょっとわかんないので、夢から魔力を吸収できる。これにしておきましょうか。まあ、この師匠っぽい気がするし。あなたは私が自分の夢から魔力を収穫できるように夢の魔術を教えた。ああ、そうでしたね。楽しい思い出です。最初の頃のあなたは夢の中で覚醒することに手こずっていましたね。自分が夢を見ていると気づいた瞬間にいつもパニックになって目を覚ましてしまっていた。ああ、そうそう。私にとっては楽しい記憶じゃないけどね。むしろストレスだった。でもやり方を習得したらすぐにあなたの夢に侵入して驚かせたっけ。あれは私にとっては苦い思い出です。はは。あなたがクワガタをあんなに恐れるなんて知らなかったな。え、クワガタを恐れるの？鹿なのに、鹿なのにって関係ないか。クワガタは自然界の生き物ではありません。まだ証明できていませんが、あれは悪魔の化身に違いないと思っていますから。そんなに嫌なんだ。同じように角があるのにね。ご本、それで最近は夢から魔力を収穫しているのですか？あんまり。少なくとも訪問者の受け入れが解除されてからは使ってない。ああ、すごいなこれ。というと？私たちはたった今過去を変えた。でも記憶が新しい領域には影響が及ばないんだ。だから私はこの呪文を使っていない。カードは宇宙の整合性を保とうとしている。だからバタフライ効果によって私たちが知る現在が壊れる心配もないってことか。ああ、私はこの過去があなたによって書かれたものだということをすでに忘れていました。現実にしか思えなかった。なぜなら本当に起きたことだからよ。これは幻覚じゃなくて、私たちは実際にその時を生きたの。なんということでしょう。これは本当に興味深い。どんな感覚なんでしょうね。読んだ瞬間から、過去にその時を体験してた。記憶がある。不思議。今度眠る時にやってみるよ。投票日が近づいてきてるし、夢を見ている時でも魔力を生産できると知れたのはよかった。私の教えが役立つなら嬉しく思います。あなたが教えたと私が書いたんだから、ある意味私がやったと同じなんじゃない？ふむ、かもしれませんが、私が教えたという感覚は残っていますから、私はそう捉えたいと思います。ああ、なるほど。よし、次は思い出。いいやつ出てくれ。ツインワールド。象徴するもの。決意、正当性、導き、発見、幸福、誘惑、無関心、停滞。幸福な感じが出るといいな。私にとって最もいい思い出の一つは、あなたと一緒に地球で私が生まれた場所を訪れたこと。私たちは最終的にバルセロナでカクテルをこれでもかというくらい飲むこととなった。楽しい思い出。私が初めてマルガリータピザを作ってあげたときに、あなたの耳が激しく動いた様子を覚えている。美味しかったんだ。それも楽しいかも。あなたに連れられて、鹿の民の領域にある美しい谷でキャンプをした時間は最高だった。本当に平和な時間で。どれもいいですね。最もいい思い出って言い切ってますし、これにしましょうか。読む。私にとって、最もいい思い出の一つは、あなたと一緒に地球で私が生まれた場所を訪れたこと。私たちは最終的にバルセロナでカクテルをこれでもかというくらい飲むこととなった。
ああ、人間のアルコールの調合とその味の追求への情熱は大したものでした。あなたの故郷の名前は何と言いましたかね？トゥルトーザ。故郷という表現が正しいかは微妙だけどね。あの町で生まれたけど、2歳になる前にフランスに移住したから。また行ってみたいと思って行ったんだけど、自分が観光客と変わらない気がした。私はあそこの聖堂が気に入りました。ああ、よかったよね。それから私たちはバルセロナに飛び、あなたが小生して以降、社会がどう発展したかを目撃した。うん、人間がドーム都市を作り始める前のことだったね。街の空気がものすごく汚染されてて、ほとんどの人がマスクをつけてたのを覚えてる。スマートフォンを初めて見て衝撃を受けたのを覚えてる。まるで SF の世界みたいだった。あなたもすぐに手に入れて遊んでいましたね。4杯目のカクテルを飲む頃には、あなたはドイツ人の旅行者から教わった自撮りに夢中になっていた。いいね。そうだった。すごい楽しんでたよね。もう数百年前のことなのに、未だに思い出すと恥ずかしいわ。ああ、すごく不思議です。すべてはあなたがたった今カードを使って書いたことだと分かっているのに、詳細まで含めてすべてがありありと思い出されます。匂いや空気感、味わった様々な感覚。うん、私も不思議だよね。すぐにこの新しい現実を受け入れちゃった。でもこれは幻覚ではなくて、現実に私たちが体験したこと、実際に起きたことなのよ。なんと見事な力でしょう。私たちのためにこのような貴重な思い出を作ってくれたこと、感謝します。いや、よかった。それで、私の力についてどう思った？エイダーナがあなたを恐れ、古いデッキを取り上げた理由がわかりました。でも私は恐れていません。私はエイダーナと違い、あなたのことを知っていますから。エイダーナは大きな過ちを犯しました。エイダーナがあなたに真実を伝えていたら、あなたはその力を慎重に扱っていたでしょう。そこに私は一片の疑いも持ちません。千年の流刑に処するなど、むしろ危険です。あなたの精神は蝕まれ、そして錯乱した魔女が現実を変える力を持っているなど、考えただけでも恐ろしいことです。あなたにエイブラマーを召喚する詠唱を教えておいてよかった。ああ、気が狂わずにいられた。え、エイブラマーのこと知ってるの？私の死は彼と会ったことがあり、私は死である彼女から近畿の死やエイブラマーに関する様々な話を聞きました。私自身は召喚することはありませんでしたが。あなたの先生とエイブラマーについてもっと聞かせて。私の死はシュメール人の魔女で、変身の魔術の使い手でした。彼女は私たちの古文の創設者の一人でしたが、仲間の魔女の一人が、この時間軸自体を危険にさらす盟約を結んだために、エイブラマーを追放せざるを得なかったようです。なるほど、そうなんだ。死は多くを語りたがりませんでした。この出来事は死の心に傷を残し、変身術にも影響を及ぼし、さらには、仲間の魔女を存在ごと抹消せざるを得なかったからです。なかなか大変な出来事だったんですね。そしてエイブラマーは再び近畿の死の鎖によって拘束されました。そのことは彼もよく思ってなかったよ。そうでしょう。死も申し訳なく思っていました。しかし危険度の大きさを考えると他に方法はなかったのです。いずれにせよ、死はエイブラマーと過ごした時間のことを楽しそうに話していました。私は自分に彼を召喚する機会がなかったことを少し悲しく思います。あなたは彼をどう思っていますか？すごく好き、命の恩人だし、あまり信用してはいない。好きな気持ちと嫌いな気持ちが混在してる。嫌いではないけど、よくわからない。ベヒモスは私にとって道具でしかないから。いや、命の恩人だし好きだよ。それはよかった。いい仲間が見つかったことを嬉しく思います。あなたが誰かについてそこまで好意を示すのは珍しいですね。
私、頂上の存在に弱いのかもね。なるほど。実はあなたに渡したいものがあるのです。私の領域は、あなたの創造物のための強力な場所になると思います。四元素が集まる場所ですからね。おー、ユーエニアの工房、サフィアだ。フォルトゥーナの死の工房で、ユーエニアはここで宇宙の魔法を教えている。おー、カードに使いたい、これは。ね。わあ、これは確かに役に立ちそう。それに、私が魔女として育った場所を象徴するカードを持てるなんて嬉しい。まあ、フォルトゥーナ。ありがとう、ユーエニア。では、ティータイムは終わりとしましょう。選挙の幸運を祈っていますよ。あなたの手で世界を変えるのです。うん。また来てね。いやー、いい再会になりましたね。二人も戻ってきた。もう残り22サイクルか。はい、今回はここで一旦区切りたいと思います。いやー、ユーエニア、師匠めちゃくちゃいい人ですね。以前はうまく優しくできてなかったから、思い出とか作ってよっていうなんて、ちょっと可愛いところもあるし、お話できてよかった。次回はね、このパトリスからの報告を聞いて、選挙活動を続けていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。